2日間突っ張っての先行です。ご自身の感触いかがですか？そうですね。ちょっと初日はなんか体を打ちゃってる感じしたんですけど。でも2日目はしっかり。なんか力も入ってる感じしてでまあ、1着も取れたんで感覚いいです。準決勝の後、先輩方から何かお声ありましたか？そうですね。もう100点満点の方向に頂いてはい。自信を持って決勝走れますかね。はい、走れます。地元の5000円はいかがでしょう？そうですね。地元の声援もあって、やっぱ地元っていう面でも。 やっっぱ気持持ちも強く持っていいきたいなと思います相手、小切れですけれども、イメージ、いかかがですすそうですね、まあ、ちょっと前回が小切れ戦だったんですけど、まあ、でも、やっぱり山崎さんとか、自力がある選手、で菊池さんもいらっしゃいますし、まあ、そういう点では、またちょっと違う小切れ戦かなと思って戦います 2>, 2日間、先行されていますが、ご自身では感触、いかがでしょう。そうですねあ,のあまり内容としては納得いってないなという感じのレースが続きました。 高級後初めての決勝ですが手応えいかがですかそうですね、まあ、なんとか決勝乗れたので、まあ、しっかりあのあの決勝でいい成績残せたらなと思います決勝はどう走りますかそうですね、あのまあ、基本的に力出し切れるように、精一杯頑張りますラインができますね、そうですねそれはでかいですね、相手の印象を教えてくださいそうですね、もう2人とも強いんで、もうしっかり胸借りるつもりで頑張ります。 二相とも自在よくして、勝ち上がりとなりました。ご自身での感触教えてください。そうですね。あの、レースの流れを見ながら走れてると思います。過去平塚では何度も優勝されていますが、ご自身で相性どう思いますか。そうですね。はい、いいと思います。はい。決勝戦はどう走りますか。えっと、一人で、あの、優勝できる位置を狙いたいと思います。準決勝は突っ張るという強気のレースも見せましたね。そうですね。まあ、もう、そうって緊張して、なんか守りに入っちゃうよりは。 もうとにかくガンガン攻めて、なんかそこを打破していこうっていう気持ちでした。勝ち上がりました。決勝戦はどう戦いますか？そうですねあの、難関別戦になるんですけど、まあ、もうしっかり力出し切って、いい結果が出せたらいいなと思います。短期の選手もいて、小間切れの様相ですけれども、イメージいかがでしょう？そうですね、まあ、昨日がなんかちょっと二分戦の短期二人みたいな感じで。 3連戦の細切れだったらしっかり競輪の動きになるかなと思うのでしっかりチャンス逃さないように頑張りたいいと思います 2>, 2日間、先行策そして番手でのレースと2走してご自身では完食いかがですかそうですね来る前にちょっと体調でしちゃったんですけど全然影響ないような感じです決勝戦はどう戦いますかもう菊池君の番手で頑張ります準決勝も連係がありました、ついていていかがでしたか いやもう普段あんまやってないのでちょっと緊張しましたけどなんとかついていけて良かったです連勝での勝ち上がりですご自身で振り返っていかがでしょうよくわかんないです自分の体調ははいでもいい成績なんで嬉しいです判断などもいいんじゃないですかあそれは行こうかなと思ってる時に体は動いてくれてるんで良かったです決勝戦どう戦いますか決勝は番手なんではいもう頑張ってついていきます山崎選手のイメージは あでも先行すごいしてるんで、はい、まあ迷惑はかけられないですね。準決勝は地元三人で決まりましたね。ご自身にそうしていかがでしょう。はい、あの昨日はもう先輩と後輩のおかげで三、えー、人で決めれました。先行した金田選手ついていていかがでしたか。はい、あのどん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 あのゴールまでスピードが上がっていくような先行で、えー、とても強かったです。決勝戦はどう戦いますか。はい、あのまあ後輩の 龍馬がいるんで、えー、しっかりあの迷惑かけないように頑張ります。それでは最後に意気込みをお願いします。はい、えー、今日、えー、確定版乗れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。